皆さんこんこにちはレックセ講師の田です、えー、それでは、えー、2020年度1月実施の本試験 FP3 級本試験の、えー、解説をよび公表を始めていきたいと思います。えー、とまずですね、えー、2021年の1月24日、えー、試験を受けられた方お疲れ様でした。 で、まあ、現在、あのー、収録翌日に撮ってるんですけども、えー、1月25日の10時になりましたら、えー、解答が実施団体から公表されてますので、まあ、そちらをですね、まああのー、確認いただければというふうに思うんですけれどもまず、産、え、休、ー、に関しては、まあ、今回、えー 公表させていただくのは、えーとまあ、金材も FP 協会も共通の学科試験と、えー、と金材でいうと、えー、個人資産相談業務。 FP 協会の場合は資産設計提案業務そちらのです、ねまあ、簡単な解説と公表をさせていただこうかなというふうに思っておりますので、まあ、最初はあの共通の学科試験から見ていき、まあ、次、協会のです、ね、資産設計提案業務そして最後に近在の個人資産相談業務という順番でやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。<laughs> では、最初にですね、えっ、ー、と、問題は共通の学科試験から見ていきたいと思うので、えー、学科試験ですね、こちらをご準備ください。で、あの、もう解説、回答はですね、出ているので、まあ、そちらを見ていただければと思うんですけども、ちょっとこちらも公表、まあ、解説と公表する手前ですね、ちょっと答えをまあ言っておきたいなというふうに思っておりますので、まあ、あの、1回しか言いませんが、1番からですね、まあ、科目ごとに、えー、まあ、 ただ最初の正語は丸と×、ま、あ、丸が1、×が二という形ですが、×と丸、わかりやすく×と丸というふうに言ってきますので、まあ、ちょっと最初回答を聞いてもらえればと思います。では第一問の一から五ライフの一から五ですが、えっと、×、丸、丸、×、×、続いてリスク、六から1十ですが、〇×、丸、丸、×、 続いて11から15の金融ですがバツ丸バツバツ丸1 6から20のタックスがバツバツ丸バツバツ次21から25の不動産がツバツ丸バツバツ二2 6から30の相続が丸丸丸バツ丸という順番になります。 続いて第2問の三子択一問題。まあ、これは1、2、3のいずれかということで、こちらも科目ごとに申し上げていきます。31から35のライフですが、2、1、3、3、2。続いて36から40のリスクですが、2、2、2、1、3。41から45の、これは金融ですが、 1, 1 2, 2, 2,、2、2、2、3続いて46から50のタックスですが33113次51から55の不動産ですが21132最後56から60の相続ですが31113となります。 でまあ、ちょっとこ簡単な公表を少し、まあ、解説をさせていただきたいと思うんですが、まあ、問題自体はですね、まあ、それほど難しいものでもなく、まあ、日頃しっかり基礎的なところをやっておればあの6割は取れると思いますすいません一つ言い忘れましたが今の問題は全て1問1点ということで36問以上正解で合格という形になります ではすいません、えー、戻りまして、まあ、第一問から簡単な公表を、まあ、10分程度でやらせていただきたいと思うんですが「まあ、丸×問題は正直言ってこれは知ってれば答えられますがわからない時にはもうこれはわからないのでもうしょうがないということで、まあ、どちらか丸か,か×か、えー、どっちから、まあ、1か2のマークをすればいいかなというふうに思うんですけれども、まあ、実際にはですね例えば知っておくべきところとしては「かっこ2番の これは、えー、国民年金のですね、追納に関する形問題ですけれども、まあ、これは10年間にさかのぼってできるということで、まあ、これは、えーまあ、知っているんじゃないかなというふうに思います。 教育一般貸し付けという問題ですが、まあ、入学金や授業料以外にもですね、えー、まあ下宿代とかそういうものも出ますので、まあ、これは罰という形になりますで。また最近ちょっと取材が多くなっているのが、 次はリスクに移りますが、カッ6からカッ10のところですが、カッコ6の小額短期保険業者というところですが、まあ、こちらについてはよくあるのが、えー、例えば不動産の賃貸などで、えー、例えば不動産会社から、ですねあの例えば、えー、2年間で1万5000円の保険料を払ってくださいとか、まあ、2万円の保険料を払ってくださいといった定額の場合、大体いい小学短期を使っていることがあるんですが、そちらについては、まあ、政法、損保ともに、ですね、えー、こちら、経、え、営、ー 契約者保護機構の対象にはならないというふうになってますので、まあ、これは知っておくべきところですし今後、日用に進まれるときにもこれは出てきますので、まあ、しっかりここを確認しておいてください。 えとまたですね、カッコ8のところですが、あの火災保険の中には地震保険は入っておりませんので、まず火災保険を主契約として契約した上で、そこに特約という形で地震保,地震、えー、保険に、えー、地震の特約をつけないと保護されませんので、えー、これもその通りですね、えー、火災保険では地震噴火には対応できませんということで、丸ということになります。まあ、そんなところかなと思います。 続いてですね、カ、え、ッ、ー、11からカッ15の金融のところですが、えー、こちらについては、例えば、まあ、これはもう絶対に、えー、解いて解けるようになっていただきたいところでは、まあ、例えばカッ13見ていただくと、まあ、債券の発行体である企業の信用度が低下し、えー、格付けが下げられた、まあ、つまり倒産する可能性が、まあえー、当初よりも高くなった、まあ、その場合、債券の価格は下落し、利回りも低下とありますけれども、これ、えーの、価格が下がれば利回り 利回りは上がる逆に価格が上がれば利回りが下がるという、えー、逆,逆の関係になってますので、まあ、そこはですね、えーまあ、知っておいていただきたいなと思いますしあと、括弧十14番の、えー、外貨預金の話なんですけども、えー、これ、預け入れる今、えー、外貨預金に預け入れるということは今、円のお金を持っているとでそれをドルか、まあ、ドルでもユーロでも何でもいいんですけども買えるということはじゃあ、円をどうするかというと円を外貨に買えるということは円を売るということになります。円を売る TTS とか TTB ってありますが、ここの B、S ですが、B は買うの倍、S が売るのセル、ですから、この場合、円価を、えー、まあ外貨預金を預け入れるということは、円を売って外貨を買うということになるので、まあ、この場合は円を売りますので、TTS が適用されますので、えー、TTB ではないということになります。 続いて16から20のタックスのところですが、ここについては、しっかりこれ、解けていただきたいところが、令和2年から適用になっているものが2つ出ていまして、19と20を見てください。 まず19なんですが、これは令和元年までであれば、この通り、えー、所得金額の高にかかわらず、えー、基礎控除は38万円なんですけれども、令和2年からはですね、基礎控除の金額は、えー、38万から48万に上がり、さらに所得制限も導入されてますので、基本基本というか、原則2400万以下の方がですね、えー、基礎控除48万円というふうになっておりますので、これはまあ去年の問題だったら正しいかもしれませんが、今年の試験では×と。 かっことになりますし、ま、た20番のですね、えー、不動産のところの青色申告の話で、まあ、今回の場合は青色申告についてはき、えー、事業の規模にかかわらずとあるのでここはまあ関係ないんですけれども、まあ、最高65万というところですが、えー、令和2年からですね青色申告特別控除の金額については10万円、55万、65万の3段階に分かれます。 規模がですね事業的規模に満たなければ10万円、事業的規模を満たしても、紙の申告書で提出すれば55万、それが電子申告になれば65万というふうな形なので、まあ 20, まあ、20はちょっと別に、まあ、令,和元年令和2年とは関係ないかもしれませんが、まあ、どちらもまあ関係しているといえば関係しておりますので、そこはしっかりですね理解いただきたいところとなります。 えー、続いてですね、えー、と21から25の不動産です。まあ、こちらについてはですね例えば、かっこ21番ですが、えー、不動産登記事項証明書の交付を請求できることができるものとありますがこれは誰でも、えー、できます。ただしあのその所在地がわからないと請求できませんが、まあ、手数料さえ払えば誰でも取得できますので、えー、これは×ということになりますし。 あとはですね、あのカッ二25番の、えー、こちらですね、長期譲渡所得の話ですが、これですね、実際には、譲渡年の1月1日現在で5年を超えていなければですね、長期譲渡所得になりませんので、2020年の1月1日以降であると書いてあります例えば、これ20 2015年の10月1日となっているので、じゃあ2020年の12月末だったら、まあ、賞味でいうと5年を超えているんですけども、えー 12月末に売ってもですね、えー、計算の基準点は2020年の1月1日になってしまうのでそうすると5年、えー、満たしておりませんから短期譲渡所得ということになるので、あのー、土地建物の場合の、えー、譲渡の場合はあくまでも譲渡年の1月1日現在で、えー、計算しますのでそこは注意いただきたいと思います続いて26から30の相続ですけれども まあこちらについては、贈与が26番でありますけれども、口頭による、口約束による贈与も有効なんですが、その場合は、例えば500万を5回に分けてあげるよと、100万、100万、100万という形で上げていくんですが、口約束して200万あげましたと、200万あげたんですけども、そのあと、資金状況が一変しまして、お金がなくなった、だから300万上げられませんといった場合は、ですねえ履行が終わった部分はだめですが、それより先の部分はえ解除。 することができますところが、これがですね書面を書面で贈与契約を交わした場合は今と同じ内容でも200万上げても残り300万も贈与しなければいけないということになるので、まあ、そこのところは、えー、確認しておいてください。あとはですね、えーまあ、29のところですが配偶者の相続税額の軽減の話ですがこれは特例の適用になります。で特例の適用を、えー 特例適用を受けるためには相続税額がゼロであっても必ず相続税の申告書を提出しなければならないので、まあ、そこのところですから、まあ、これは必ず提出する必要があるので×ということになっていきます。で続いてですね第2問の「3子択一」です。あの丸×と3子択一はどちらが簡単なのかと言われたら、まあ、一般的には3子択一の方が簡単です。 なぜかとというと答えがですねあの、まあ、書いてあるんでどれか選べばいいということになって丸ツは本当に、例えば極端な話自分がですね解こうと思っても知らない問題はわからないので、えーまあ、あの二択ではありますけれどもわからないものはわからないとでも3択一の場合は答えが、まあ、あるので、まあ、そこを見ながらやっていけばいいのでじゃあそこでですねちょっと、えーまあ、簡単な解き方というのを、えー、説明していきますが31から35のですねライフですが、まあ、これはよく出るのが31の問題です。 で今回は300万の借り入れで,でこれを5年間返済していきますといった場合の返済額の話です。でこれはもちろん、一番望ましいのは、収穫係数、減債基金係数、資本回収係数の内容を知っているということが一番望ましいんですが、これ知らなくても簡単に解けます。なぜかというと、今、300万を5年で返済していきます。 これ、例えば、現金で払うとき、あの、お金とかですね、単数預金で払うとします。そうすると、単純に300万を5で割ればいいので、年間60万の支払いです。60万支払うと。で、今回、ローンを組んでいるわけなので、必ず60万超えるはずです。なので、この時点で1番の56万5000というのはないです。これはあり得ない。そうすると、2番と3番どっちかになります。じゃあ、そこでですね、やっていきますと、 今回の場合だとです。ちょっとやってみます。えー、っとね、収穫係数はもう、えー、これ超えちゃうの、300を超えちゃうので、これ300万に対して何をかけるかなので、収穫係数かけちゃうと300を超えてしまうのであり得ないので、まあ、減債基金か資本回収係数どっちかなので、300×0.1884 やると、56万5200円だから、これは一番なのであり得ない。だから、資本回収係数を300にかけます。300×0.2184 やると、65万5200なので、まあ、当然これ金利3% パーセントで借りているわけなので、60万超えるわけなので、これしか取れないので、2番の65万5200円というのが正解になるので、まあ、このようにやっていただいてもですね答えられますので、まあ、ぜひ、まあ、これやっていただくと1分ぐらいで解けてしまうので、まあ、こういうやり方もあるというのはご理解いただきたいと思います。はい、えー、では続いてですね、あとはですね、まあ例えば今のご時世でいくと、まあ、34番の雇用手当の、えー、雇用権の基本手当というところですが、まず、えー 2, ヶ月2年間の費用険者期間の中で1年以上のですね、加入がなければいけないので、まあこれは2年と12か月,月ということになるんですが、これは知っておくべきところかなというふうに思います。はい。では続いて36から40のリスクに移りたいと思いますけれども、まあここのところで言えばですね、例えば、 38、39がですね、損害保険関係なので、ちょっとこちら見ていくと、まあ、地震保険の場合は30%から50%、まあ、火災保険の保険金額も30から50%の範囲内で設定できますので、まあ、ですから30と50知っていればすぐ2番というのが答えられますし、あと自動車保険の自賠責保険ですね、こちらについては、亡くなった場合は、えー 通算は関係なく1人当たり3000万ですから、まあ、3000万していればすぐに1番が答えられるという形なのでこれは絶対取らなければいけない問題です続いてですね41から45の金融なんですけれども、まあ、こちらのところについては例えば44 および45ですね4445のところのこちらの計算は2級に行ってもですねこちらは出ます、えー、よく出ますですから、えー、44の計算であったり45の計算は必ずできるようにしていただきたいのでここのところはですね正解取れるようにしておいていただきたいと思います続いて46から50のタックスなんですけれども まあこちらについてはですね、まあ、46はまあ難しい、もしかしたら難しいと思われるかもしれませんが、まあ、固定資産税はどこから来るのかというと、えー、その、えー、土地や建物の所在している市区町村から送られてくるので、まあ、それは地方税だよと、まあ、例えば、えー、資産持っている方であれば、これ、わかるかなと思うんですけども、まあ、これは知ってれば解ける問題かなと。 で、あとは49の住宅ローン減税の話ですけども、これは、えー、最低でも10年以上のですね、えーまあ、借り手から返済終わるまでの期間がなければ、住宅ローン減税を受けられませんから、まあ、10年というふうに覚えておけばいいと思います。 はい、で51から55の不動産なんですけれども、例えば51番のところで、えー、まあこれは建築基準法の話がありますが、第一種低層住居専用地域というのは、一番人が、まああの、なんて言ったんですか、穏やかな生活ができる地域です。 その時に、まあ、共同住宅というのはアパートとかです。で、老人ホームもまあ同じようなものだと思います。でもホテルは明らかに、えー、性質が異なります。まあ、そういうところが穏やかな、えー、暮らしをするところに立ったら困りますから、まあ、ホテルは建てれないだろうなというふうに考えてもらえればいいかなというふうに思います。あとはですね、えっ、ー、と、まあ、53番の、えー、固定資産税の減、えー えー、特例の話ですけど、これは200円米までは6分の1下がりますので、例えば固定資産税がですね、あ失礼しまこれ課税標準が下がるので、もし課税標準が600万のときには、それが6分の1下がった100万で計算されるということになるので、まあ、6分の1が固定資産税は軽減されるというふうに覚えていくといいかなと思います。 それぐらいでしょうかねで55番はこれ、えー、NOI は難しいのでできなくても構いません、これははい、で56から60のです、ね、相続なんですけれども、まあ、56番の相続次世産課税の話を必ず、まあ、正解できるように2500万と税率は20%また57番の法定相続分の話ですけれども相続は必ず順番決めなければいけないので、まあ、今回は、えー、子供がいないので第2順位の、えー、お父さん、お母さん直系相続になるので、えー、妻が3分の2。 であとは直系存続が3分の1を2人で分けるので6分の1という形になりますまた58番もこれは500万というのがすぐ出てこなければいけないと思いますはいあとはまあ、59番の2割加算の話ですけどもこれは偶然性の高い第3順位の方が対象になりますので兄弟姉妹ということで理解いただければというふうに思いますということでこちらで学科のですねまあ、簡単な解説公表を終わらせていただこうと思います では続きまして、日本 FP 協会の資産設計提案業務の話に移りますので、近在の方は少々お待ちいただければと思います。で、はい、ではこちらなんですけれどもえー、とまあ 資産設計提案業務については問題が60分の中でですね20問あります20問で100点満点という形になってますのでどれも等しく1問5点とですから12問以上正解があれば合格という形になりますではちょっとすいませんこちらもまた解説していく手前ですねちょっと答えを言っておきたいので,問1からですねちょから順番通りやっていきたいと思います でまず、えー、第1問の問1問2ですが、問1が3、えー、問2が2、続いて第2問です。第2問の、えー、問3問4、2つですが、問3が2、問4が3、次、第3問の、えー、これは不動産の問題、3問、5、6、7と3つありますが、問5が2、問6が1、問7が1です。 続いて第4問のこれはリスクですね。リスク。問8から問10の3問ですが、問8が2、問9が1、問10が3です。続いて第5問のですね、11から13ですが、これはタックスですね。11が3、12が3、13が1となります。 で続いて、第6問の相続14から16ですが、14が1、15が3、16が2となります。続いて、総合問題ですかね。第7問の総合問題、最後17から20番までですが、17が3、18が3、19が2、20が1というふうになります。 で、これは、まあ、あの、先ほど申し上げたように、等しく1問5点なので、12問以上で合格ということになります。はい。では、ちょっと簡単な、えー、解説公表していきたいと思いますが、まあ、こちらもですね、毎、まあ、回と同じように、それほど難しい問題ではなく、ただし一部ですね、まあ、2級で出ていたような問題がですね、まあ、3、択1問題になって、まあ、3級に降りてきているなというところもあるので、まあ、若干、えー、レベルは上がっているかとは思います。 では、えー、第1問の問1からですが、まあ、問1についてはですね、これは個別あ基本的にこれ FP なんですけども、えー、専門資格を持っていない FP が対象になってますので、まあ、ですので例えば1番にあるような遺族の必要保証額の計算はこれ資格なくても計算自体はですね、もうそういう 基礎となるものがあるわけなので、それは誰でもできますので、えー、問題はないということで、まあ、優勝で行ったとしても、必要保証額の、えー、ところは問題ありません。で、社労士の2番のところですが、これも見込み額につきましては別にですね、えー、問題はないと、失礼しました、さっきのが1番はごめんなさい、えー、これは生命保険の必要保証額のところなので、これはライフプランのアドバイスとかだと思うんで、優勝は全く問題ありませんし、2番のところもですね、これは公的年金の見込み、えー、受給見込み額の試算ですから、 これも特に問題がないただし例えば年金の最低請求書ですねこれを、えー まあこの、えー、相談者に代わってお金をもらって提出するというのはまずいのでそれはダメですけどここの見込み額の資産自体は全く問題はありません。で3番の弁護,弁護士格を有しない FP がですね、今回は、えー、遺産分割にかかる法律も優勝で、えー、取,り扱取り扱っているということなのでこれは弁護士の領域になってますのでこれはいけませんので個別具体的なところに踏み込んでますのでこちらが不適切だということになります。で問2 にですね、これは解き方だけお話ししますがあのどうしても、えー、FP 協会の こちらの実技の問題というのはボリュームが非常に多いので、じゃあこれどのように解いていけばいいのかというところなんですが、特に問い2です。問い2は、まあこれキャッシュフロー表の中のあ、いう、えー、これをですね、答えを自分で一つ一つ、うん、計算しながら答えを見つけ出すんですが、その時にちょっと見ていただきたいのは、まあ選択肢、えー、123でもいいんですが、まあ123見れば、あ、いうの金額が、まあ、入ってます。ということで行くんですが、そしてキャッシュフロー表を見ていただくと、まあこちらイベントも入っていますけども、あがですね、えー 年年年年後、4年後、が2年後、ウがが後です。そうなると一番求めやすいのは何なのかというと実は「う」なんですよ。「う」が一番求めやすいのでこの場合は「う」を求めます。そうすると変動率があるので前年の金融資産残高の726万に1.01をかけてそこに46を足してあげると779万が出るので。 この時点で3番はなくなりましたあと2番 あごめん2番じゃない。えー、いを、いを見ていけばいいので、で、この時に1と2のどちらかにもなるんですが、じゃあ、いはというと、いのところはこれ単純に年間収支ですから、収入から支出を引けばいいので、えー、収入の672から支出の693を引くと、マイナス21万になるので、この時点でもういがマイナス21決まったので、これで正解2番で確定です。だから、あの計算をしなくても答えられるので、あの自分が一番、えー、 短時間で確実に正解できるところから見ていって、今回の場合、あを答えら、あが答えられなくてもせっかくせ結局は正解になるので、まあ、こういう時は解きやすいところから解いていくというのが、えー、大事になってきます。特にこれ2級でも生きてきますので、まあ、そのようにやっていただけたらと思います。はい。で、第2問の、えー、問3、問4のところですがで、こちらは先ほどもですね、学科試験でもあったように、えっ、ー、と、 問い,ですね、問い算は見ると PER とです、ね、配当成功が、えーえーまあ、上がるか下がるかとかいう話ですが結局これ計算ができないといけないということになっていくのであの2級のところではこういうです、ねえー、業績に関する評価のところは計算式を覚えなければいけないので、まあ、だからここで、まあ、ちょっとお伝えしたいことなんですが。まあ あと後,後,後ほどでも話すかもしれませんが、例えば、まあ、午前中ですね、まあ、午前中10時から12時ですよね、10時から12時の間で2時間の試験があります,試験が,ありますが、まあ、通常3級であれば2時間もいらないと思います。 だから1時間経ってもう終わった。じゃあ、えー、退出しようといったときに問題持っていけるので問題持っていってなんか不安があるところわからなかったところは昼休み積極的に確認していただきたいですよ。例えばそれで先ほど金融のところであったちょっとお待ちくださいね。問題の 四四十五ですね。十五番で、えー、株価収益率 PER、あと PBR を求めるような問題なんですが、そこで潰しておけば、確認しておけばですね、今回のところは PER が多分まあ、直前二時間ぐらいにやったことであれば頭に入っていると思うんで、それで解けるということなので、あの FP 試験はですね、あの午前中と午後では試験は違いますけども、対象範囲は一緒です。まあ聞き方が違うだけなので、ですから、あのわからないことは積極的に昼休みにや 調べていいたただきたいのでこれは2級に行っても同じです2級に行っても午前中の学科出たところ分からないところを調べれば午後でその分拾えるということが出てくるので、まあ、これは今後ですね、まあ、3級から2級さらに上に行くのであれば是非やっていただきたいところなのであのもちろん科目変わったらダメですよ科目変わったらダメですけども今みたいな学科試験実技試験の場合は試験の範囲は一緒なのでそういうふうにやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますのでそのようにやっていただければと思います。 思いますじゃあすみません、これで金融終わりにさせていただきます。続いて第3問のところの不動産ですが、まあ、今回、問いすねこれ容積率を使った問題になっていますで。容積率なので特に問題ないんですけども、今後2級に進むのであれば、 検兵率の緩和がですね、法改正があって変わってますので、まあ、3級だからこれ出てませんが、2級になったらそこも対象範囲にかなって入ってくるので、そこのところぜひともですね理解をしていただきたいと思うので、まあ、こちらはもう明らかに延べ床面積と、延べ面積というふうになってますから、これは容積率を使うしかないので、まあ、この場合は全面道路の付近が12メートル未満なので、6メートルかける法定上ると10分の6ー3 6 0あと指定容積率400%。 のいずれか小さいものを取るんで、えー、と面積× 3 6 3 6 0ば2 1 6 0というふうに出てきます。 あとは、ま、ちょっとすいません。あと、問い7は消費税の問題ですが、これはもう、あの、土地には消費税かからないということが分かっていれば、建物2500万の1.1倍した2750万と3000万で5750とすぐ出てきますので、まあ、土地は消費できないから消費税かからないというふうに理解いただければと思います。では、第4問のリスクですね。 で問い8のところですが、これ2級に行くとですね保険証券の読み取り問題が出てきますので、ただここは死亡保障に関する問題で、えー、と間違いやすいのが、ですね、まあ、今回は、えー、と小山さんですかね小山さんが亡くなった話、急性心筋梗塞で亡くなったという場合なんですが、 まあここで出てくるのが、資料のご契約内容を見ていただくと、上から、就寝が500万、定期保険が1000万で、特定疾病が1000万、障害特約が500万、まあ、これぐらいが死亡保障です。あとは関係ないので、この4つの中からどれなのかといったときですが、まあ、当然、就寝は対象ですし、定期もですね、こちらについても対象になっております。で、問題はですね、悩むところは、 次の特定疾病保障定期保険特約だと思いますがこれはですね、えー、と通常の死亡についてはもちろん保険金出ますが三大疾病 がん、ねえー、とか急性心筋梗塞脳卒中で生きていてもお金を支払えますよもちろんお金を支払うとその後亡くなっても出ませんので、まあ、どちらか生前にあげるか死亡してからあげるかどっちかなんですけどもそちらの話で、まあ、要は保険料を余計に払って生前にもらうという、えー、特約になってますので、まあ、今回亡くなればこれ交通事故であろうがこの1,000万は必ず出るので、まあ、上から5001,0001,000の2500万というふうに計算してください。 で障害のところは今回病気で亡くなってますからこれ出ませんので、まあ、交通事故であれば出るんですけどもということで2500万を選んでいただきたいということになりまますすちょっと問い問いははいいせせん今回は割愛させていただきます。 次です第5問の問い11から13のタックスなんですが今回問い11は退職金のところで、まあ、特に計算式も与えてくれているので大丈夫だと思うので退職所得の金額を求めていただきたいんですがこれ忘れていけないところが1つあってあの退職所得控除額は参考で計算式があるのでいいと思いますが。 退職所得は、えー、プラスで所得残った場合、必ず2分の1かけますので、今回もプラスで金額残りますので、2分の1かけた1220万を選んでいただきたいので、2440万選んだ方は2分の1しておりませんから、そこのとこ間違わないようにしていただければと思います。あとはですね、んちょっとすみません。たくさんこれで終わりにさせていただこうかなと思います。 続いて第6問の相続ですね。で相続は、まあこれ結局、問い重要のところですが、まずは相続の場合は順番決めなければいけないので、今回筒井さんという方が亡くなりましたが、まあ、子供がいるので、まあ、今回は、えー、妻であるゆかりさんが2分の1、残りの2分の1を子供が均等に分けるんですが、まあ今回、ひろきさんですかね。ひろきさん、長男、まあ長男かどうか分かんないです。ひろきさんという方がいましたが、この方相続放棄していますので、残ったこうたさんと、 マリナさんでもマリナさん死んで亡くなっているのでまあイカさんですかねその方が大衆相続人なので結局2分の1を2人で分け合った4分の1これがコータさんとレイカさんの相続分なので、まあ、一番が正解となるのであのそこのところですね間違わないようにしていただきたいなというふうに思いますはいでは問,い、まあ、問15はいいと思うんで問16も大丈夫かなと思います では、えー問い、第7問のところにきまして、総合問題ですね。で、ここでちょっと申し上げたいところとしては、まあ、今後2級に進むという方においては、問い17を見ていただきたいんですが、これ、個人バランスシートの問題なんですが、2級では、この純資産のところ、まあ、今回3級なので、答えが3子卓一になっていて、まあ、2550、2640、2690という3つが答えとしてありますが、これ2級になったら必ず自分で計算をしてですね、答えを書かせられます。 ですから、まあ、この問題、必ず2級で出るんだという,ふうに思っていただきで今回のところは特に難しくなく例えば説明を見ていただくと保有財産がもう時価となっていますで2級では買った時の取得価格、取得原価 であとは今売ったらいくらかの時価が載っているので、まあ、どちらを、えー、取るのかというところと、まあ、ここはもう時価で誰のものというのがないんですが通常今回荒木さん荒木さんという、えー、家庭であればですね荒木さん、まあえー、本人だけじゃなく妻の分も全部合算していくので1人のバランスシートではなくてこれあくまで荒木家のバランスシートになってますので、えー、ご主人も奥様も両方含めた形で計算をしていく、まあ、基本時価で計算していくということになるので。 そこのところですね間違えないようにしていただきたいということでこれ必ず出ますのでこの計算は慣れていただきたいと思いますで、また問い18のところ先ほど学科のところでも申し上げましたが18のところまあ、これまさひろさんでいいですかねまさひろさんですかねでこの人なんですがこれも60歳から65歳までですね700万運用しながらそれで取り崩したいというふうに考えているということなので これもですね、あの、もちろん、減債基金係数、減価係数、資本回収係数の使い方がわかるというのが一番望ましいんですが、とはいえですね、今回の場合、これもですね、先ほど見たに、電卓を叩きながら求めていくことができるので、まあ、これもぜひうまく活用してもらえればな、というふうに思います。 でここのところですが、これ実はですね、まあ、私、電卓叩いたのすぐ答え出てしまうのが、例えば今回、700万があります。でこれを1%で運用しながら5年間取り崩すということですが、まあ、500万運用次第で取り崩す場合は、年間いくら取り崩せるかというと、5年で割ればいいので、140万です。ということは、ちょっと選択肢の1、2、3見ていただきたいんですが、 な何も例えば手元のお金を取り崩す時でも140万取り崩せるのにそれより減る133万とか137万って答えおかしいと思いませんかね おかしいですよね運用してるんだからそれより大きくならなければいけないと思うのでだからこれ単純にこんなことしなくても144万という答えこれしかないんですよ。まあ、実際には700万にかけることの 0. 点資本回収係数かけるので0.20604をかけると144万2280円で出るんで、まあ、答えは144万というふうになるので、まあ、こういうふうにやっていけば必ず解けるので、まあ、問い18できなかった方はですねちょっとこういうふうなことを工夫が必要だと思うんで工夫をしていただけたら、ね というふうに思いいますということで、ちょっとこれでですね、協、えー、会のです、ね、資産設計提案業務のところの簡単な解説は終わりにさせていただこうと思います、はい。では最後にですね、金融財政事情研究会の個人資産相談業務に入っていきたいと思うので、ちょっとこちら、入ってきます。 で、こちらについてですが、もう答えも出ていて、拝点も出てますので、ちょっとせっかくなので、答えと拝点も申し上げていこうと思うので、最初に、えっ、ー、と、答えと拝点を申していきます。申し上げていきます。では、第1問の、えー、これは、ライフですね。ライフからいきますと、ライフの、えー、問1が2番、問2が3番、えー、問3が1番、 でこの場合、大門ごとに10点の配点が来るので、問い2だけが4点です。問い2が4点で、問い1、問い3が3点ずつです。3点ずつ続いてですね、第2問に移ります。これは金融です。金融の第2問ですが、問い4が1、問い5が3、問い6が2です。 で、えー、配点がですね、問い4が4点で、問い4が4点で、問い5と問い6が3点ずつです。で、これも合計すると10点になります。で、続いてですね、第3問なんですが、第3問が、えー、こちらなんですけれども、タックスですね、タックス。で、こちら、解答が、問い7が、えー、2番。 問い8が2番、問い9が2で、全部2番ですね。タックサ全部2で、えっ、ー、と、配点がですね、問い7が4点の、あと8、9が3点の計10点です。で、第4問の不動産なんですけども、えー、問い10が3番、えー、11が1番、12が3番、で、配点はですね、問い1が、えー、問い10が4点で、11、12が3点ずつです。 で第,5問です第5問ですが、えー、こちらですが131415ですが13が114が215が114が4点で13と15が3点ずつというふうになっています。 でこちらであの、まあ、書いてあるんですけども30点以上で合格ということですってじゃあ6割で、まあ、合格なんですがこれ証、えー、問が15問あります。15問あるんで6割というのは9問で合格かというと9問では合格できないことがあります。というのも3点の問題が 10, 10箇所あるわけなので3点の問題だけだと 9か所で27点にしかならないのでだから10問以上取っていればどんな、えー、配点でも必ず合格ですただしあの9問でも、えー、合格できないこともあるのでこれは今の配点見ながら、まあ、4点のところがたくさん取れていれば、まあまあ、要は時間がかかるところが4点なんですけどもそうなっているので、えー、ちょっとまあき 6割取れたから合格ではなくて、あの、9問は、えー、不合格の可能性もある。10問以上は必ず合格なので、まあ、10問以上取れるようになっていただきたいなというふうに思うので、では、じゃあこちらも解説を、まあ、えー、解説公表していきたいと思います。 金材の場合は、ですねこれは2級でもそうなんですけども、す、え、べ、ー、て大問が5つあって、そこにですね、まあ、ちょっと科目によって違うんですけれども、まあ、こちらは個人資産相談業務を対象にしておりますので、こちらはリスクのない、えー、残りの5科目で問題が作成されるということになります。 で今回の場合は第1問がですね、まあ、会社員の A さんで39歳という形でまだまだ働き盛りなので、えー、遺族給付の話だったり公的介護保険とかそういうことをまあ相談しているということなんで、まあ、それに関わる問題が出ていると。で第2問がですね、これもえっと会社員の A さん30歳とこれからですね、えー、まあ老後に向けてお金をいろいろですね、えー、資産を作っていかなくちゃいけない。その、 それに関すする問題ですとで第3問のタックスはこれ A さん、ちょっと年齢がですね54歳の方で、まあ、今回、ふるさと納税の話もあるということなのでそういうところのお話。で第4問が不動産で今回 A さんは58歳ということでですねこのバイマンションを建てるのかそれともそのまま取り壊して売るのかとかそういう話の相談になっています。 で第5問が相続ということで今回は A さんが70歳ということで、まあ、自分に万が一があった時の相談をしているということで、まあ、これ見てもらっても分かるように全部、まあ、皆さんがですね FP なんですよ。 でお客さんが来られて、ですね私、こういう形、いろいろです、ね、悩み持っているので、それに対してですね回答してくださいというところなので、まあ、そこのところで、えまあ、あとはそこの内容が、まあ、知識に基づいて答えられればいいということなので、あのもちろん学科試験に比べると、圧倒的に範囲は狭く、まあ、第一問は、えー、こちらについては、公的なですね年金制度の話とか。 法的な介護保険のところが分かっていれば解けるので範囲は狭いんですけどももし違うところの分野が出た時に対応できなくなってしまうのである程度こちらはですね過去の問題を見ながら対策していく必要があるかなと思います。 その上でですね、まあ、第1問問1のところは遺族基礎年金の話なので、まあ、これはもちろん当然、えー、答えられるようになっていただければと思うので、まあ、これはまあ答えも用意されてますからできるだろうと、あと問2のところもですね、これ、今回の遺族厚生年金の話がありますが、今回、丸一丸二丸三とあって、これは他のところでも申し上げさせていただいたんですが、丸一とか丸二丸三の中で、自分が分かるところからですね、えー、答えていくと。 で仮にですよ、で仮に丸二番が300分かっているとします。丸二が300分かっているとします。そうすると自動的に二番がなくなるので、二択になればかなり正答率が高まっていくので、まあ、例えば300分かっていればその時点で二番がなくなったので、1と3。そうすると一と三は丸一と丸三がです、ね、答え違っているので、どちらか分かるところをやっていけばそれでも正解が出るので、まあ、分かるところから、えー、まあ答えていって、えー、答えのないものを外していくというふうにやっていけばです、ね、正答率 上がっていくと思うので、ぜひこのようにやってください。あとまあ豊井さんについても知ってるか知らないかなので、まあこれも知ってお,おかなければいけないところかなと思うので、そのようになります。では次第2問です。第2問の金融の話なんですが、えー、これもですね結局全科目に共通してるんですが、えー、学科試験。 さらに先ほどちょっと今回関係なかったんですが FP 協会の実技試験今回も金融金材の実技試験の個人資産のとこですが全てにおいて同じ問題が出ているので問いを見ていただくと今回は ROE とか配当利回りとかってあるってここの 指標のの問題が出ているのでやっぱりもう3級でもこれ指標の計算式覚えてなければいけないのでじゃあこれなんで4点なのか問いなんで4点なのかというと,、えー、と例えば1とか2って自分で ROE が何パーセントかとか配当利回り何パ,ーセン何パーセントか調べない計算しなくちゃいけないのでその分時間かかるからということで、まあ、4点が来ているので、まあ、これも計算式が覚えられていれば取れるはずなので、まあ、だから学科試験終わってすぐですね調べていただければ取れたはずだと思うんであの必ず昼休みを そういうふうに、えー、不安があったところを調べる時間に使っていただきたいと思います。あとはまあ、問い六のところがニーサの話が出ていて、もうこれニ、えーサは FP 試験ではもう非常によく出てくる分野になるので、まあ5も6もニーサの話があるので、えー、どちらも解けるようにしておいていただきたいと思います。 続いて第3問のタックスですね、えー。タックスですが、今回に関してはですね、えー、これはやはり令和2年からの変更点を知っているかというところなので、えー、例えば、えー、と、丸1番のところ、丸1番のところはいいか、えー、と、問い8のところな、えーまあ、問い7のところは総所得金額なので、これ決して難しくはなくですね、まあ単純にですね、えー、と、 総所得なので、給与収入の場合は、給与所得を求めなければいけないので、給与所得の計算は資料が与えられています。それ持ってくればいい。あと、不動産についてもですね、収入金額があり、ただ、あとはですね、経費の話があないので、あ,あとはまあそれをえ考慮しながら足していけばいいと思うんで、ただプラスになると思うんで、特にこれは問題はないと思います。で、問い8のところが所得控除の話でですね、 これから令和2年から配偶者控除がですね38万から48万に上がっているのでそれが分かっていればですねそれが分かってしし、えーね、所得金額が48万以下だと受けられることになってますので、ごめんなさい丸1が48万で、えー、配偶者控除の金額が38万変わりませんので38万あとはですね、まあ、扶養控除は合計になっていくのでこれは丸1と丸2のところで、まあ、解いていけば2番が選べるんじゃないかなというふうに思います。 でもちろんあのこちら、配偶者控除の金額については、下に資料が用意されているので、まあ、38万選べると思いますので、まあ、ですから、まあ、今回の場合は、ですねあの所得金額が38万か48万上がっているとで、なんで38から48上がったかというと、基礎控除も基本38から48、まあ、所得制限はありますけれども、48に上がっているので、まあ、そこの絡みがあるので、令和2年の改正内容分かっていますかという問題になっているということは、ご理解いただきたいと思います。 はい。で、あとは、古さのお店の話はいいと思うんで、えー、第4問に行きます。 で第4問のところで、えー、ここに関してもですね、えー、と今回の場合は、憲、え、兵、ー、率と容石率の話があるので、3、ま、級、あ、ということもあり、えー、特にですね、えー、数年前に変わった変更のあったところの問題にはなっておりませんが、まあ、今回は、えー、土地がですね、防火、えー、地域になっていて、で今回そこに対価建築物を建てますので、憲、え、兵、ー、率が緩和されると、あとは容石率については、全、えー、面道路がですね、えー、今回の場合 場合だとまあ、10メートル、5メートルということで、12メートルに達していませんから、全面道路の復員制限を受けることになるので、それらを考慮していけばいいというところなので、まあ、決してできない問題ではないと思うので、できるようになっていただきたいなというふうに思います。 あと、問い11の空き家に関する問題も、これはあの改正があったときに出るだろうと言われていたところなので、所得要件であったりとか、ですね、いくら受けられるかとか、そういうところを確認いただいておけばいいんじゃないかなというふうに思いますので、そうですね、これもできるように。あと、こちらの空き家の話は、こういう建物が残っていると危険だからということなので、これは新耐震基準を満たす前の建物が対象になっていくので、自分の場合だったら、これ、丸2番のところで、 56年の5月31日、まあ、56年の6月1日以降は新体制基準になってますので、それより前のものが対象ですよということが分かっていればいいので、そうすればもう一番がすぐ出るというふうな形になります。で最後に第5問の相続なんですけれども、えー、でこれ、新しい、まあ、民法の内容になってまして、問13、ちょっと。 内容については説明いたしませんが、遺留分侵害請求権という形で、以前は遺留分減債請求権でしたが、今は侵害請求権ということで、金銭債権で請求することが可能になってますので、以前の遺留分の減債請求権だと、土地があって、それを2人で分けるときは共有になってしまうとなかなか売りたくても売れなくなるということもあったので、共有状態を解消させてです、ね、お金で請求できるようになったというところが変わっているところなので、まあ、それ以外の事項とかそういうものは変わってませんから、遺、ま、留、あ、分 侵害請求権とととといいいううこころがかかっていますかということでただ、こちらについてはあの遺言で全財産、妻に、えー、相続させるといった場合は、えー、今回のような第三順位のお兄さんは遺留、あのー、分ありませんから、えー、これは侵害されるものがないので請求できませんというふうになります。 で問14のですねこちらの相続税総額は3級としては難しいかなと思うんですが、まあ、今回の場合はもう、えー、課税遺産総額が分かっているのであとは法定相続分で半分しながら、えー、計算していくので時間かけさえすればできる問題だと思うのでこちらは2級でもよく出てますのでしっかり出せるようになっていただきたいなというふうに思います。はい、えー、といととうことで これで3級、えー、の個人資産相談業務の、えー、解説と公表を終わりにさせていただきます。ということで、これで3科目分のですね、まあ、回答、解説、公表というのをさせていただきましたが、まあ、特にですねあの、変な問題もなく、 基礎に忠実に学習されていれば、えー、合格できる内容だと思うので、えーまあ、これから2級に進まれる方は是非進んでいただきたいと思うんですがあの3級と2級の決定的な違いは3級は何となくこれ正しい間違っているというものでも正解になるんですが2級の場合は4子択一がベースになっていくので何となくああ合っている間違っているでは答えられなくなるのでどこが正しい、まあ、どこが正しいかどこが間違っているかそこが把握できないと2級では点数伸び いませんから、まあそういうところの、えー、ところに、えー、学習のポイントを移してもらってやっていただければ、あの決して難しい問題ではありませんので一回で合格できると思いますので、ぜひ皆様ですね頑張っていただければと思います。では、えー、これをもちまして FP 三級本試験の、えー、解説公表を終わりたいと思います。お疲れ様でした。